い、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、トヨタのねパッソですね、グレードの方はね、G パッケージということで、169万5000円のモデルになりますね。ヨーロピアンな感じのデザインですよね。可愛らしいデザインしてますよね。流線形なんですよね。まん丸じゃなくて、ドロップのような目をしております。この周りが光るんですかね。結構ね、女の子に人気があるようですね。やっぱりデザイン可愛いですよね。スモールカーとしてはね、結構デザイン的にもいいと思いますよ。フィアットのチンクチェントみたいなね、なんかもちっとしたおケツがプリッとした可愛いデザインですね。ちなみにね、ホイールの方は15インチ履いておりますね。若干ミニクーパーのような、もしくはアルファロメオミトのような、まあ何かを参考にしてるかとは思いますが、なかなかヨーロピアンなデザインで可愛いと思いますよ。結構ねこのグリルの仕上がりとかね、こうピアノブラックでねツヤツヤして、高級感もあるんですよ。フォグランプとねポジションランプかな、これが一応ついてますね。ではちょっと女の子がね出ていったんで、ちょっと内装の方を見てみましょう。あ、扉軽い。ではお邪魔しますと。あ、シートのね、座面の高さが、結構乗り降りしやすい高さでした。結構ね、上の方にあります。内装の方はね、こんな感じです。あ、結構このオレンジ色のね、ラインが、デザインされてるんですね。ほら、これ肉眼で見るとね、もうちょっと渋い色です。シートはね、ベンチシートっぽい感じで、ここね、ほら、横にね、そのまま移動できるようになってますね。ほら、こんな感じで。助手席から運転席へ移動できます。ちょっとここ盛り上がってんな。で、アームレストがね、こんな感じで出てきます。これ、何これ、肘置き、なんか開きそうで開かない。これ開かないやつですね。はい、開くんか。開いた、開きました。ハンドルはまあ至って普通ですね。まあこのタイプは、革張りステアリングになってますね。おお、ドリンクホルダーいい感じで出てきます。後部座席ね、ちょっと乗ってみましょう。やっぱりね、こう座った時の、シートが結構高めですね。その代わりちょっと天井がねもう当たりそうになってますね。もうちょっとこれ低くてもよかったんじゃないですかね、シートね。ここガラス、これはね開かないですね。結構ガラスがね、こうグリーンっぽいというかスモークっぽいんですね。ちなみに、シートを倒すと、フルフラットにはならないですね。これぐらい段差が出ます。はい、シート倒さなかったらこんな感じ。まあ、買い物ぐらいの、普段の荷物ぐらいでしたら十分ですね。このシートね、軽くて、倒しやすかったです。ちなみにね、このパッソ、G パッケージで、169万5600円ですね。パワーは、まあ、こんなもんなんですね。69馬力。軽よりちょっといい。さっきからね、やっぱ女性がねすごい集まるんですよね。女性に人気なパッソ、いかがでしたかね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、トヨタパッソでした。じゃあね、ボーイ。